ハリエット・ブランドはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼女は1936年に開催されたベルリンオリンピックの女子400メートルリレー層で金メダルを獲得した。ブランドはベルリンオリンピックに100メートル競争と400メートルリレー層の2種目に出場した。100メートル層では1次予選で4位となり、準決勝に進めなかった。 女子400メートルリレー層では、アネット・ロジャース、ベティ・ロビンソン、ヘレン・スティーブンスとチームを組んで第一走者を任された。8月8日の予選で、アメリカ代表チームは47秒1の記録で一組一位となり、翌日の決勝に挑んだ。決勝では、前日に46秒4の当時の世界新記録を樹立して優勝候補に挙げられていたドイツ代表チームが、 最後のバトンパスで失敗してしまい失格した。アメリカ代表チームは46秒9と予選より記録を伸ばして金メダル獲得を果たすことになった。他の主要な大会での実績としては1935年に実施された AAU 首最強議会の400メートルリレー層でセントルイスアスレチッククラブチームの一員として優勝した経験がある。 ベルリンオリンピックでの女子100メートル走には30人の選手が出場した。選手たちは6つの組に分けられて予選を戦い、各組上位2名が準決勝に進んだ。アスレチックス・アット・ザ・1936ベルリン・サマー・ゲームズ・ウィメンズ1 0 0ズラウンドアン2 0 1 1年3月13日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1936ベルリン・サマー・ゲームズ ウィメンズ1 0 0ズ2 0 1 1年3月13日、閲覧。アスレチックスアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、ウィメンズ4 0 0ズリレー2011年3月13日、閲覧。ありがとうございます。